首都圏で明日から終電の時刻が繰り上げられるのを前に、JR 東日本が利用客に乗り遅れのないよう注意を呼びかけました。深夜帯の列車の運行を減らします。詳しくは当社のホームページでご確認ください。JR 東日本は明日から山手線など首都圏の11の路線で最大30分程度終電の時刻を早めます。東急電鉄、西武鉄道など私鉄各社も一部の路線を除いて終電を繰り上げます。期間はいずれも20日から当面の間としています。各社は春に終電の繰り上げを予定していましたが、東京都などから要請を受けて時期を早めました。